ない出てくるぞ。あ、でもバガブーがね、バガブー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 が05年、あ、05年、もうちょっと先行くか、あのポーランド、その X ストラップってポーランドのこと、確かにワークホースってモデルがね、あるんだけど、あったあったあった、あ、ファブリックホースって今言いました、あ、ファブリックホース出てきたの、ファブリックホースもある、あるね、ファブリックホースはリロードからの、リロードからのね、ユーロックホルダー、ユーロックホルダーね、ベルトに通してやる、もう話が終わるんだけど、もうだから全部つながってんだよね、確かに確かに、やっぱみんな影響を受け合いながらどんどん進化して、確かにポケモンと一緒っすね。そうまとめる、本当に、いや本当に、結局赤と緑から始まる、確かに、そういうこと、そういうこと、金銀だ、そうそう、いやいやそれ古い、古い、ごめん、みんな影響ね受け合いながらで、まあそのヨーロッパ系っていう話になったけど、やっぱその機能を追求したり、その独自のデザイン性があって、こうやっぱこのデザインリテラシーみたいなところの高さみたいなね、お国柄がこう伺えると、みんなが使い勝手いいようにしようよっていう考え方みたいなね。確かに。みんなさ、やっぱメッセンジャーパックってさ、ちゃんとメッセンジャーに寄り添ってもの作ってるところやっぱ多いよね。背負ってみると分かるんだけど、うんうんうん、そうそうそう、そこがちょっとカルチャー寄りな職場だから、作り手が使い手であって、使い手が作り手、そのさっき話したさ、バガブーとかもさ、あのメッセンジャーに珍しくあのファスナー使ってるんだよね。まあ確かに。でこれって当時意外とファスナー使ってるとこなくって、ないね、そうだ、これ絶対ベルクロだもん。そうやっぱファスナーってだけで安心感あったり、うん、そう開け閉めしやすかったり、だからこれは素晴らしいよね。確かに、そうだよね、ファスナーついてるメッセンジャーバッグ、確かになかなか見ないな。あの、ま、なんだろう、言ったらマスナーの、うん、メッセンジャーバッグブランドは使ってたイメージがあって、例えばオルトリーブとマンハッタンもそうだったね。マンハッタンここにさ、うんうん、ついてた、ついてた、フラップのところについてた、そうそうついてるやつとか、そんなあとでティンバッグの中とかクランプラもあったな、確か、そうそうそう、で、まあ、クロームは結構後期からそうだった気がする。そうだね、ポケットに使ってたやつ、そうそう、あ、でもちなみに俺のやつ確かにポケットジップだもん。あ、ついてた、そうそう、じゃあその時からか、そうそう、だからそのただベルクロだけのやつとジップ使ってるやつの何かがあるんだろうね、手だっこんがこう、プロフェッショナルとなんかそのカジュアルユースみたいなやつが、そう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 、だから確かにその中でも、まあ、バガブいい落としどころっていうか、うん、その昔からあるものと何か新しいものと、うん、そう面白いなっていうねこんだけ話してるけど、多分俺たちメッセンジャーバッグを好きになったの2005年とか6年とか、まあ、いやそうだ、ね、すごいよね、それぐらいか、十何年前のものをやべえって言ってるのも意外とさ、長いようで短いんだよね、多分歴史的には、歴史は、うん、メッセンジャーバッグってやっぱ独特だよね、うん、確かに、そのアウトドアバッグとはまた違う、ではないし、普通のなんか登山のリュック、まあ言ったらしまったらね、基本はなんつ難しいですよね。基本はそのやっぱり街の間と間をあの届ける仕事のためのバッグじゃないですか、うんうん、だからアウトドアバッグではないけどみたいなとこあるっすよね、うん、難しいですよね、すごい。いやだからこの独自進化、この短期間でしてるっていうのはね、すごく面白いバッグではあるよね、うん、でもちょっと2000年代も行きましょうか。行きましょう。でレジスタント、あ、アンダーザウェザー、さっき話したけどね。2002年、うんうん、まあこうレジスタントですよ、やっぱこれね、日本日本のメッセンジャーバッグといえば出番だよ、ジャグさんですよ、ジャグさんですね。いや、やっぱ何が画期的だったの、やっぱベルトが、まあもね、レジスタントも当然スクね、メッセンジャーの会社が始めたメッセンジャーバッグっていうので、やっぱり画期的というか説得力があるじゃないですか。あれってこのメッセンジャーバッグを作りたかったから、もともと木村さん修理から入ったのかな、自分とか、でそのフィードバック、リアルなフィードバックが欲しいから自分でメッセンジャー会社を始めた。あ、じゃあメッセンジャー会社の方が先で、先だったので、なんかベルトの修理とかしてて、俺でも作れんじゃねえのみたいになって、なるほどなるほど、で木村さんすごい凝り性っていうか突き詰める人だから、いろいろこだわって行き着いたベルトがこのシートベルトをこう、そう、ね、すごいよね、3枚2枚っていうのかな、挟み、ここがね、しなやかだけどしっかり止まる、うん、し
かもモケモケしにくいっていうね。そう、モケモケしない、丈夫しないんだよね。素晴らしい。いや実際やっぱね、目線バッチャバックなんかやっぱ背中でしょ、うん、すごい楽ちんだし、あの巻きつく感覚がすごい。あ、そうそうね、ギュッと巻きつく感じはある。それがねやっぱすごいし、あとここの滑りがいいんだよね。ガタ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 って。あー確かに、そう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 、それがやっぱ、ね、多分あのほんとよく見ないと分かんないし、見ても分かんないかもしれないけど、この縫い位置の角度とかね、そう、これ相当こだわってると思う。めっちゃ計算してる、めっちゃ計算してる。だから省エイやすいんだと思う。ね、普通こうまっすぐつけちゃいがちなの。マンハッタンとかすぐまっすぐつけちゃうの。ゾウなんかつけ間違えたもんね。武器武器この前、まあ、良さだったりしますよ。良さだったりしますよ。それもね、好きってこと。そう、ここのね、根元だからね、もし時間があったら木村さんにもこう、そうね、YouTube に出てもらって。確かに、確かにね、番外編とかやりたい、うんうんうん、面白そう。いろいろ作ってましたよね、モデルね。そのめっちゃ多いんだよ。プロユースもそうでしたけど、なんか普段でその何ですか、あのやっぱあったじゃないですか、そのメッセンジャーとそのストリートのなんか、そのメッセンジャーじゃないけど、そのまあ洋服屋さんとかが乗り始める時もあったじゃないですか。なんかその時のこのクロスする感じでいろんなモデル作ってて、そうだね。そう、めちゃめちゃ種類あったもんね。めちゃくちゃす。めちゃくちゃ種類あったっすね。あ、種類か。ちょっとちっちゃいモデルっていうモデル名がね。そう、肩掛けもあったし、あとバックパックあった、ね、バックパックも結構種類あって、それも本当、ね、普段使いから、そうっすね、もうメッセンジャーが実際背負ってたっていうでかいやつもあったし。木村さんの背負ってたイメージがある、俺、あのバックパック。あー、背負ってたかな、黒いやつ。あ、クレッシュ持ってた。多分それ自分のテストで使ってた。そうだよ、確かに。このメッセンジャーバッグの中にそのまあ、デイパック、まあ、デイパックね、あのバックパック、あ、バックパックも入ってくるじゃないですか、うん、だから、まあ、それも比較的この90年代だよね、そのクロームとかね、ベイリーとか。結構クランプラーとかやってたの。クランプラーもやってたね。あとやっぱね、こうメッセンジャー歴が長い人ほどバックパックに、うん、でも行きがちじゃない。もともとオルトリーはあるしね。確かに、確かに、確かにね、そうだそうだ。これあれですもんね、ゲータレゲータレードの CM はこれじゃない。だし、だし、あれ映画メッセンジャーはこれです。これだよね。やべ、いや、あれ草薙くんはこれですね。そう、草薙くん、草薙くんこれですね。そう、で結構、まあ、通好み。いつ毎週バックパックは。でもやっぱりなんかね、上げ下げのしやすさってなると、やっぱり肩掛けがちょっと、すごい、すごい、すごい、こう、上げ下げしてもらいたいな。これほら、あの、メッセンジャーロック、クロームのバックパック使った時あって、うん、その時はやっぱちょっとだるかった。あ、下ろすのはね。そうそうね。前にこうやって来れないですもんね。このね、シュッて。シュッて。ちょっと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 。背負ってます。着きました。サインくださいの流れ。あ、いや、いいですね。大丈夫、これ。基本、ここ、ここ。ここで背負ってくださいね。だるってなってる人もたまにいます。ここでね。そうそうそう。高い位置で背負ってね。でも、いいんだよ、別に収穫なんかも。一緒にこんなの。あの自転車の時はこっちの方がいい、ね、あ、そうね、そうね、そうそうそう。で、着きました、エレベーター乗ります。エレベーターかカメラ向こうです。あ、カメラ向こう、俺らに見せなくてもいい、うん、カメラ向こうです。着きます。お疲れ様です。あ、お届け物です。でこれ、はい、勉強お願いします。はい、ありがとうございましたから、失礼します。で、ビル出ました。ビル出ました。ビル出ました。おお、見えてる、これ逆でしょ。あ、こうか、こっち、もう回ってる、もう一回ギュギュギュと、こうだね、こうだね。そうそうそう、あ、そうそう、意外とだからそのメッセンジャーバッグ初めてだ、その辺のね、使い方わかんなくバッグがこう一回全部ダン、一回ダン、一回ダン。俺ね、正直言っていい、これちょっと背負いたかったよ。はいはいはい、これね、それ C がこれでかマジで、はい、メッセンジャーに着きました。着きました。それにこうだったもんね。これでこうやってやってやって、これでお願いします、はい、はい、ありがとうございますって言って、意外と早いだ。意外と早かった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 。でかすぎてね。でかすぎてね。でもこんな感じだった。取り回しがね。楽なのはやっぱメッセンジャーバッグの方なんでね。うん。絶対そうだね。やっぱ一日にね、100回ぐらいこう上げ下げするっていうの感じ。そりゃボロボロになるわな、ここ。そうそうそう。そうだよね。あ、ちなみに俺ここのバックル、自分で作ったやつの話。あ、いいよ。これみんな知ってた？ベルトこれチューブラーの
タイヤロード知ってた。知らないよ、あなたが作ったやつ。知ってる。これ中村のタイヤをねバラしてねベルトにしてたの。金がなかったからね。あ、後ろ分かりやすいんじゃない。だってそれ跡ついてんじゃん、ホールのあのスポーカーの。あ、でしょ。うん、スポークもあれじゃないか、これ。違うよ、これそう、俺が背負ってできた傷。それちゃんと見せてあげ、見せてあげ。ちゃんと使ってたんだもんな。いやでもなんかそれがやっぱでもメッセンジャーバッグ結局 DIY じゃない、スタートとしては。まあまあね、その自分のメッセンジャーで使いたいから作ってたっていう最たるもんだから、やっぱこれが一番かっこいいよね。でもやっぱ、ね、本当に自分で仕事で使ってるっていうのは。そう、若すぎて金なくて、うん、でもメッセンジャーやりたいからメッセンジャーバッグないけど買いたいけど高いし買えないみたいな感じだから、わかるわ、こうなったんだよね。そうだね、っていうやつらもいた。いた、わかるわかる。だか僕あれですよ、カバン作り始めたきっかけはまさにそうですね。そういうのありますよね。そう、一番最初に作ったバッグとかもう残って、残してないんですか。残ってる。おお、それはねあった。でもあのそれもだから俺メッセンジャーじゃないからっていう理由でバックパックを始めた。あ、なるほど。俺もバックパック作ってる。バックパック絶対ある。これ、まあ、いや、これ今度やろう。ちょ、バガブフレイトあたり。あ、フレイト、フレイトね、やっぱこれも外せないですよね、メッセンジャーバッグ、うん、これ誰だよ、ね、これ、ね、会社の。会社これ、そうです。オークションかけようぜ、会社。サンフランシスコに出張行った時に、はい、あの一応もう経費で買ってきた。かっこいいっすよね。買って使わずに眠ってます。電車のねマークね。トラビス。かっこいいよね。そうね。元マッシュ。元マッシュでね。だからこの作り方とかもだからさっき話したけど、もう見たことなかったもんね。こんな作り方ありなのみたいな。でも多分超簡単にやろうとするとこれが多分一番楽なんですよ。そうなんだ。でもめんどくさい。このさ、ストラップの収納の仕方とか。あ、素晴らしいね。あの、なんていうの、カートン、うん、ダンボールやるときですよね。運ぶときにこのストラップ長い、うん、あ、なるほどね。くないといけないんだけど、長すぎて邪魔だからここに収納しちゃおうっていう。一応機能的ではある、うん、レジスタントもありましたよね、この機能のやつ。レジスタントは、そう、なんか、うん、ストラップ収納するあった、ね、あったか、バック、デイパックがあるかな、バックパックか。これもあるの。押すね、あれ押すね。あ、これね、うん、今のね。これは収納できてないけど。とりあえずつけとこう、つけとこう、つけとこう。これでホイールめちゃくちゃあれのしょってるかも。いやでもね、でもなんかその2000、うん、もう5年ぐらいあたりからやっぱサンフランシスコ、そう、周りはもうみんなフレイト、うん、そうですね、使ってましたよね。ローカル感がすごい。確かに、確かに、そう、みんなすごかったかもしれない。でなんか不思議な人は欲しかったもん、やっぱり、うん、ね、一番欲しかった。サンフランシスコってクロームもサンフランシスコで最初。そうなの、ね、あ、どうだったかな。スタートどこなんだろう。でもサンフランシスコにもいた時期があると。そうだね、確かにね。そうだね、意外とそうね。だからクロームでフレイトでゾーでみたいな感じだったね。そうだね、そうね、そうね。今はもう何なんかアル中になって飲めないみたいなことを言ってたけどね。うん、あのちょっと、ね、某シエスタの。ああ、なるほどね。帽子のね、かぶり方がね、こう、唾をね、こうバリエルスとか、はい、あれ、もう釣りバカニッシーか釣りバカニッシーか、ワハマちゃんかトラビスかぐらい。はいはいはい。え、2005年、あら、あの最初のマッシュって何年。2007、もっと6か。じゃあこの辺だな、うん、俺自転車乗り始めたの。そうだよね、そういうことになるの。そうだね、うん、そのぐらいだね。18、19ってことですよね、俺が。それはピストだったの。そうだから兄貴がメッセンジャーバックメッセンジャーやってたから東京来た時にあのもう絶対乗った方がいいよって言われて、はいはい、それ組んで、でそこからメッセンジャーバック買ったりとかっていう感じなんで、この辺から自転車乗り始めたかな。はいはい、俺そのデジのお兄ちゃんを毎回渋谷原宿で見かけてたの、自転車乗ってるところで。俺まだメッセンジャーじゃなかったんだけど、その時にこの人かっこいいな、メッセンジャーなのかなと思って一回声かけたんだよね。メッセンジャーですよねって言ったら、あ、違いますって言われた。あ、だそういう意味で言うと谷さんも。あ、谷さん、谷さんもお客さんの時代がもちろんあって、あ、はいはい、当時からこの人、あれ一瞬その
サンフランシスコのメッセンジャー来たと思ったの。髪長いです、ね、髪めっちゃ長いし、ケースぶった切ってるし、確かにで刺繍だらけで、もういかつい、あれ確かフレットだったかな、なんだっけな、バカブだったっけな、アタリさんが背負ってた、うん、あのボールドのエンジの、あ、海外の人かと思って振り向いたら日本人かっこいいと思ったかっこいい、本当にたらメカニックとして入ってくるみたいな、なるほど、タイさんでした。あの頃でもやっぱね、みんなメッセンジャーバッグを背負ってたよ、そうね、メッセンジャーの人も背負ってたし、ね、そう、なんかストリートのヒーローみたいな人たちも背負ってたから、そこがどっちかというとお洋服が好きだったから、ね、やっぱそれでもうメッセンジャーバッグ背負ってるのがかっこいいっていう感じで欲しかったって感じかな。レジのヒーローは、え恥ずかしい恥ずかしいけど、そうね、まあ、あの好きなメッセンジャーの人とかは いるっすよね、よく見てたみたいな、真似してたみたいな人もね、いるっすよね。そうだね。でこれ年表あれですね、結構8年で終わるんですか1回終わってるね、1回、まあでもそこからもだから2005年以降、うん、もうまあ、クランクあったり、うん、トラッシュバックって書いてあるけど、まあ、たくさんあったよね。あった。もうちっちゃな個人ブランドというかね、やっぱ金子さんみたいに作ってる人とかもやっぱ、うん、今思い出せばいたかもしれない、うん、そうだよね。でなんか仲いい友達に作ってたりとかね、そうですね、あったっすよね。はい、なんかその感じで、まあ、トラッシュバッグとかも今でも現役で作ってるし、うん、はい、こんな古いんですね、意外とね、意外と ね、あのコグマガジンに広告出してるよね、トラッシュバッグ。あ、そうなんだ。そう、あ、そうだっけ、そう、すげえ覚えてる。ってことは結構古いね。そうだね、そう、結構古いは古い、8年ぐらいかな。ゴミ箱のやつですね。そうそうそう、ゴミ箱のね、かわいいね、はい、かわいい。で多分今でもあの結構刺繍とか、あ、やってる、やってたりしてて、そう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 、いいんだよね。そうなんで、クランクはなんかもういぶし銀な感じするしね。確かにクランクはかっこいい、かっこいいよね、ホリーさんね、クランクは本当にかっこいい。誰がやってるんだろうって俺ずっと思ったんだけど、はい、ね、ホリーさん、そうですね、僕もこれオーダーした時はなんかお、あれだな、記憶が曖昧なんだけどね、ちゃんとご本人いてオーダーさせてもらった気がする。あれってクーリエでオーダーしたの？多分そうですね、渋谷のとこっすよね、もともとあったの。じゃあ多分そこ、じゃあ夜行ってなんかオーダー会だったのかなんか忘れちゃったけど、なんかオーダーできる機会があるみたいなを聞いて行って、色言って、子供の国だっけの、あ、そうそう、子供の城、あ、そうそうそう、クーリエでしょ、クーリエ、あ、じゃあクーリエ昔1回だったんだよ。俺でも知ってるのはあの一番上、あ、俺も一番上なんだよ、あの超危ないベランダです。めちゃくちゃ喋るっすね。めちゃくちゃ喋る。でも一通り喋ったでしょ、この辺は。もう全部、まあ、喋ろう、喋ろうぜって、そうだね、喋ろうぜって決めてたやつは。あとフレドリック・パッカーズもあったね。あ、日本ね、日本にあるの。今 T サーブ、メッセンジャー会社どうですか。あ、でもあれ使ってるんですか、自分のやつ使ってもいいことになってるけど、オフィシャルでなんかね、そう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 、まあ、T サーブっていうメッセンジャー会社に支給してた、多分今もしてんのかな、カバンですよね、そうですね、だからそのプロのフィードバックがあるメッセンジャーバッグですね。フレドリックの確かに手袋ってこれだって気すんな。いや、それね、結構初期とか例外だと思う。そう、これ作ってる人は、まあ、オーナー、ボスみたいな人がいるけど、で俺と同い年のバッグのデザインやってる子がいて、だからこういうね、刺繍やったり、そう、デザインしたりしてる、すごいかっこいいバッグね、たくさん当時から作ってた、ね、その下のレイジーモンクもなんかブラグに来たことがあるって、あ、そうそうそう、あ、そうね、そのマッシュのマイクが、うん、その日本に来た時に、うん、そのマッシュのマイクが来るからって言って、ここ待ち合わせでレイジーモンクの、あ、日本人の方なんですよ、実は。あ、レイジーモンクって来た、あ、なんかお友達来るみたいな、そう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 、してたっすね、アメリカに住んでるんだけど、まあ日本人の方で、まあ、そう、村上さんだったかな、ちょっと、ね、お名前忘れちゃったけど、なんかそう、待ち合わせしてるみたいなこと言ってた気がするな、そう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 、で、まあここで鉢合わせて、でちょっと僕もお話聞いたけど、やっぱあのレイジモンクってね、言ったらあの刺し子、ね、コーディラにやるからすごいですね、確かに、かっこいい、あの刺し子ってこう刺繍ね、
こう和柄、昔ながらの日本の柄を手で刺繍してるんだけど、まあ、それをだいぶ特徴的なね、メッセンジャーバッグ作ってらっしゃる方ですね。あれなんか丸いマークでしょ、傘みたいな、傘上から見てる、なんか花びらみたいな。あーマークあったっけ、なんか俺文字しかわかんないかも、マークわかんないかも。マッシュの言ってましたよね昔ね。うんそうだったと思う、うん、だ親友な、古くからの親友なんで、で今でも家族ぐるみのお付き合いがあるみたいです。ちょっとあれ欲しいよね、やっぱ、うん、欲しいね、一針一針。そう、いや、なんでこれいや、今欲しいメッセンジャーバッグブランドなんだろうな、今欲しいの何。じゃあそれ、ね、それ行きたいね、その人にしか作れない味みたいな ね、 見たんでね、この辺とか。でそれを見てなんか、あ、欲しい、かっけーとかったし。でも俺リロードの、うん、もうめっちゃ刺繍してあるの、あはやっぱ欲しい。シーガルのこれとかだからいいよね。確かにそうだね、なんかこの全く変わってない、最近かたくなりこう、あ、でも最近これって何に使うんですか。まああれば何か使えるでしょうっていう、うん、なるほどね。大丈夫ですか、セールストークがうまくて下手くそ、大丈夫です。